先週から海への放出が始まった福島第一原発の処理水についてです。東京電力は今日、放出前に処理する施設を宮城など近隣の県の報道陣に公開しました。福島第一原発では、浄化設備で取り除けないトリチウムを含む処理水をタンクに保管していましたが、先週24日から大量の海水で薄めた上で海への放出を開始しました。今日、その施設の内部の様子が宮城など近隣の県の報道陣に公開されました。こちらが集中監視室と呼ばれる部屋です。運転員がモニターを確認し、問題ないかを確認しながら海洋放出の作業が進められています。処理水は海底のトンネルを通って沖合1キロの地点で海に放出されますが、タンクの水位が計画通り低下しているかどうかは、原発敷地内の施設で24時間体制で監視します。海への放出は今年度4回に分けて行われ、今回は17日間にわたっておよそ7800トンの処理水を放出する計画です。今日の午後3時までにおよそ1800トンの処理水が海に放出されました。東京電力や環境省などは海水のトリチウム濃度を迅速測定していて、これまでのところ検出限界値を下回っていることが確認されています。